改めまして、本日は映画アライブ不運体感イベントへお集まりいただきありがとうございます。ご案内します。私、福島日産公式 YouTube 日産 YouTube チャンネルの案内人の M です。これから始まりますトークセッションの進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。またこのトークセッションは当チャンネルの YouTube でもライブ配信を同時に行っております。 YouTube からご視聴いただいている皆様も本日はありがとうございます。それでは早速本日のスペシャルゲストをお呼びしましょう。映画アライブフン、プロデューサーの関直樹さん、監督の下山天さんです。皆様拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは、プロデューサーの関でございます。そして、映画アライブフーンの監督の下山です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いいたします。では改めまして、はい、このアライブフーンという映画、どのような映画なのかを、関さんからご説明いただければと思います。はい、今皆さんご覧いただいたようにe スポーツ、e レースとも言いますけれども、 e レースの天才なゲーマーがですね、リアルなドリフトの競技に臨んでこうトップを目指していくという、そういう物語でございます。と簡単ではございますが、そういう話なんですね。で、その主人公を演じるのが、お聞きになったことがあるかもしれませんが、ね、野村周平君という俳優でございまして、でまたそのライバルにですね、劇団エグザイルの青柳翔君とか、あと福山翔大さんっていう俳優に出ていただいて、なんといってもやっぱヒロインがですね、吉川愛さんというその、ドリフトチーム解散の危機に瀕しているドリフトチームでですね、働いている、夏美さんという役をですね、吉川愛さんが演じております。でまた大御所で本田博太郎さんや、また陣内孝則さん、これはもう皆さんご存知だと思いますけども、そういう皆さんにご出演いただいている、まあなんと言いましょうか、あの新世代新感覚のこうアトラクションのようなエンターテインメント映画、今年6月の10日公開でございますので、皆さんにぜひご覧いただきたいなというふうに思っております。いきなりちょっと宣伝っぽくなってるんですけども、はい、これぐらいの概要でよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、監督からも何か補足とかございましたか。いや、もうすごく分かりやすい説明で今ね、関プロデューサーの方からストーリーと、俳優陣の紹介しましたけど、なんといってもやっぱこの今回の映画の魅力っていうのはやっぱり車、ドリフトですよね。そしてドリフトといえばってことで、今日多分自動車ディーラーですからね、こちらにいらっしゃってる方はご存知と思いますけど、ドリキンの土屋圭一さんがもうすごい監修といいますか、まあちょっとがっつりちょっとね、準備から撮影編集までかなり、鍛えられました僕もというのはやっぱりその土屋圭一さんがやっぱね、ワイルドスピードとかあらゆるイニシャル D とか今までやっぱりいろんな車ドリフトの映画やってきてる中で、今回はもうしっかり CG 使わないでリアルにでやりたいと。でやっぱり日本発祥のドリフトっていう競技をやっぱり世界の人たちに映画を持ってし広めたいっていう思いからやっぱこの映画ができて、まあちょっと僭越ながらですけど監督でありますが、なんとかそういう映画になったと、自負しております。ありがとうございます。豪華俳優陣に囲まれて、そして、このドリフトをテーマにした映画ということなんですが、お集まりいただいている方の中にもドリフトって実際どんなものなのかなっていうのをなかなかイメージ湧かない方もいらっしゃるかなと思います。ドリフトってこう走り屋というイメージもあったりするかもしれないんですが、競技としてのドリフト、こちらどういったものになるんでしょうか。ドリフト競技いくつかの団体がありまして、決まったルールはまだ今ないんですけれども、まあ、言ってみればですね、やっぱコースがこうサーキットがありましたら、そこに進行方向に向かって車は角度をつけていくんですね。であるエリアを通るときにその進入角度と進入スピードで、なんといってもですね、その走りの美しさっていうんでしょうかね、追走競技というのがドリフト競技の目玉なんですけれども、2台の車がまさにユニゾンダンスのようにこうダンスするようにですね走っている、まあ、そういう映像は多分 CM なんかでもご覧いただいたかと思いますけれども、サーキット上のフィギュアスケートのようなそんな感じでございます。はい、
後ほどまた映像もねご覧いただくと、あ、これかというふうに思われるかと思いますけれども、はい、そうですね、こちら、アライブフーンの映像は YouTube などでももう公開がされてるんですよね。そうですね、はい、特報映像とメイキング映像がですね公開しております。こちらもぜひご視聴いただければと思います。またですね、この後、こちら映像も改めてご覧いただくようになっておりますので、こちらもお楽しみに。はい、で今回の映画 e スポーツからドリフトになる、ドリフト、実際のドリフトを扱っていくということで、この映画のテーマとしてこの e スポーツとドリフトを選んだ、そのきっかけなどございますでしょうか。私が選んだわけではないですけども、この映画を発案されたお一人が先ほどの土屋圭一さんなんですね。で、リアルな、車の世界だけじゃなくて、今も特に東京大阪などの都市部では車を持たない、免許を持たないっていう人がやっぱ増えてるなんですけども、こう日本全国を見ますと車がまさに生活の場であったり、車がないと生活できなかった、そういったところの方が圧倒的にやっぱり多いですね。でそういう意味ではそういう都市部で、あるいはリアルな車を知らなくても車に親しめる、そういう e レース、 e スポーツっていう世界と、それとリアルな車の世界、それを何とかこうつなげたい、もしくはその壁をぶち破りたいっていう、そういうお気持ちが多分土屋圭司さんにはおありになったと思うんですね。それで、私も今宿題として投げかけられたわけなんですが、先ほどちょっとお話がありましたけど、ドリフトってわずか 2,30 秒で勝負が決まってしまう、そういうレースなんですね。で、今グランツーリスモのゲーム見ていただきましたけども、あれは一周するのにやっぱり10分とか15分とかかかるんですよ。そうすると見てても目の前を通過していったらまた車が戻ってくるのが10分後20分後だったりするわけですね。なんですけど、ドリフト競技ってもう一望にその見えるところで勝負が決まる、それってすごく僕日本的だと思ったんですね。日本の箱庭って言ったら言葉が違うかもしれませんけども、日本的な、日本で発祥した唯一のモータースポーツで、まさに日本的なそのモータースポーツであるというふうに思って、これを世界に発信するということはとても意義があることだというふうに思ったんですね。はい、ありがとう。私はそう思ったんですけど、監督は違うかもしれません。監督はどう、どんな感じですか。はい、そうですね、それで e スポーツとそのドリフトについて の、まあ、監督的な解釈としては、実はこれ2つとも、歴史、時間軸はずれてはいますが、かなり僕は経過は同じ道をたどってるですね。先ほど走り屋とかっておっしゃってましたけど、特にドリフトって例えばですけど、漫画のイニシャル D だったり、いろんなことからしますと、いわゆる峠の走り屋、不当の走り屋等々で、ある意味ちょっとね、車ディーラーの前では言いづらいですけど、いわゆる非合法な走り屋たちっていう印象がありました。それが土屋圭一さんだったり、警察等々いろいろありまして、その走り屋たちが今、今度サーキットでちゃんとやっぱり、技術を競おうよということで始まったのがドリフト競技なんですね。でこれが今やもう世界に輸出されて、その派生版でワイルドスピードっていうのもやっぱりもともとはその日本のドリフトからいったスポーツが あってと。で今度は e スポーツっていうのは、先ほど言ってた若者の車離れって言ってますけど、ね、皆さんのお子さんとかもそうですけど、やっぱスマホで車のゲームやってます。でグランツーリスモっていう日本のゲームがもう世界を席巻してて、そこにはもう、日産からもう世界中の一流メーカーがもう設計図を先に渡すぐらい、もうバーチャルの中でですね、新車の完成よりグランツーリスモの中のバーチャルの車の方を先にプログラムで作るみたいな、そのぐらいまで言ってるわけですね。要するにその実車ではなくても、そのバーチャルの向こうでやっぱドライブのを楽しんでいる。だから実際の行動からサーキットに行ったように、やっぱり今その若い人たちがそのバーチャルの中でやっぱり車を、なんでしょうね、スピードだったりそういったところを追求する、よってだから行動ではちゃんと交通規則を守って運転はしてますけど、やはりその人間ってそのスピードへの欲求っていうのが確実にあるわけでして、ただそれはやっぱり行動ではスピード違反とかしてはいけない、そこの向こう側に e スポーツっていうのがある部分で、僕はちょっとドリフトと e スポーツっていうのは実は共通項がありまして、でそこが今回のちょっと映画のその結びつきではあります。ありがとうございます。バーチャルとリアルという話あったんですけれども、
先ほどですねちらっと CG を使っていないというお話をいただいておりました。で本日ですねこちらに展示しております青い GTR、 そして隣のスカイライン、こちら映画の中でも実際に使用された車両となっております。でこのリアルの車をこのドリフトという題材の中で映画を作っていく中で撮影の苦労などもかなりあったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。はい、まず今回はもう スローガンといいますか、もうテーマとしてかCG を使わないっていうことよりはもうとにかくリアルスピードでやる、要するに我々撮影っていうのはまあお芝居なので、まあ、絵的にそれっぽく映ってればいいやといいますか、まあ、大体映像の中でこのぐらいのスピードで映ってればいいやっていうのがあるわけなんですが、今回はそういうことは一切なく、全てプロレーサーたちの本当の、普段のレーシングカーで普段通りの走りを、まあ、やっていただきました。まあ、これはもう土屋圭一さんとのお約束なんですけど、ただそれを撮る手段がなかったんですね。その当然レーシングカーをと同じスピードが出せるカメラカーっていうんですけどね、追っかけるカメラも無理ですし、正直言うとドローンなんかもついていけません、彼らには。でそこでどうしたかってなった時にもう目には目をで、じゃあレーシングカーを撮るにはレーシングカー使えということで、実際撮影も何でしょうね、ドリフトやってるレーシングカーを我々が撮影してたっていうわけではなくて、そこにもう一台レーシングカー走らせて、そこにカメラもう全部つけて、カメラカーも一緒にレースして、まあ、撮ってるって、まあ、これしかもう手段がなかったのと、まあ、最近ねドローンっていうのがありますけど、ドローンももう競技用の普通の撮影用に使ってるよくテレビ番組とかがやってるドローンではなくて、完全なもう競技用のドローン と、そのトレーニングされた選手で、やって、さらに、激突しても壊れてもお咎めなしっていうこういう条件で撮りましたので、多分世界的にもなかなか成立してない映像がいくつか撮れた。さらに、ドリフトに関して言いますと、先ほども言った通り日本発祥でありますし、日本のドライバーとその緻密な運転の、テクニックって間違いなく世界一なので、それを同じリアルスピードで撮ったっていう意味では、走行シーンに関しては、まあ、土屋圭一さんも言ってたんですけど YSP を超えたとおっしゃってくれてたんで、いやもう世界一ですねそういうつもりで。でまた監督はすごいこだわりの方なので、本当に大迫力、ド迫力の映像になったと思います。そしてですね、本日はこの監督から福島県と福島日産のために映像を特別に編集をしていただいたものをご用意しております。Just a kid is wasting it.
ありがとうございます。いや監督の福島愛が溢れている、はい、映像でした。いや お世話になりましたからね、もうあのちゃんとこれね、アルサ号登場してそう、まさか、ちょうどあれですか、1年ちょっとぶりですね。そうですね、またご対面できるとは本当に思わなかったですけど、ありがとうございます。ということで、この映画アライブフーン、撮影地のほとんどが福島県ということなんですよね。福島の中でこう撮影するということで、今回の映画、地方創生映画という側面もあるということなんですが、はい、この福島と、そして改めまして、瀬木さんと下山監督、このつながりについて教えていただきたいと思います。もう下山監督と僕が出会ったのは福島なんですよ。震災前から私がまあちょっと福島で映画を撮ったことがきっかけで、福島映画塾で、まあ、子どもたちに教えたり一般の方に教えしたり、そういうワークショップを、もう全部で、まあ、多分20回ぐらいやってるんですよね。でそこの講師として2人招かれたんです。なので私と島山さんはこの福島で出会ってるんですね、はい。でなんか今回の映画ももちろんドリフトの聖地恵比寿サーキットというのが日本にありますけど、それもありますけれど、なんか自然ともう福島 で福島のなんか元気につながるような映画にしたいねっていうのは、なんか本当もう暗黙の了解のうちに進んでいった感じがします。この撮影の中でもたびたびというか長期間ですね、福島に滞在していただいたと思うんですが、長期間というかずっとですずっとですよね。クランクインからクランクアップまで、はい、福島の駅前にいましたね。そうですね。で一部日光サーキットで撮影してるんですが、それも福島から通いましたからね。福島から出稼ぎで日替わりで全く福島から出ず、日光サーキットの時はもう東北道で、はい、日帰りで毎日通って、はい、っていうか毎日ってもまあ2日間ですけど、まあ、気持ちとしてはやっぱり浜通りと中通りと会津それぞれで撮影したいなという思いがあったので、結果的にそうなんですね、その3つの地域がですね、はい、カバーできてるかなと、はい。まあ、これも最初からもちろん福島オールロケっていうことで組んだわけではなくて、実は一つはやっぱり恵比寿サーキットっていう世界 の、 ドリフターたちが聖地と崇めるといいますか、そこがまあやっぱりサーキットとしてはまずそこがメインにしましょうということと、それともでただそこはサーキットだけでして、大体映画っていうのは大体スタジオでセット組んだりとかですね、まあ正直言うと俳優さんとかスタッフの通勤の都合とかでなかなかやっぱ東京を離れない、もしくは京都で撮ったりっていう、その撮影所スタジオがあるところをまあメインにするわけなんですが、今回はそのさっき言ったその瀬木さんと福島の縁 と、 僕も瀬木さんも震災以降ずっとちょっと子ども福島映画塾とか、まあ、ほぼ僕も年に2回こちらでお世話になってたりとか、いろんなことやってる積み重ねの中で、だんだんやっぱりなんか、あれこれ他の場所ないかな、他の場所がないかなってやってったら、実はあっという間にオール福島で全ロケ場所が全て決まってしまったっていう先ほどもいろんな道路もサーキットも、まあ、海も山もあって、でさらに福島日産さん、福島日産さんでロケしてるのに車をワンカットも撮らなかったロケっていう、はい、社員のさんとか社長さんちょっと唖然としてましたけど、でこんな郡山支店、こんなピカピカしたディーラーなんですけど、まあ、郷の目店っていうちょっと古いお店の一番さらに開かずの間のようなですね、ちょっと倉庫があって、多分社員の方もなかなか行ったことないじゃないかっていうところを見つけて、あ、ここを主人公の部屋にしたいっていうことで、まあ、日産の方がすごい許していただきまして、最初は本当にあんな物置みたいなところで撮影隊何やってんだって言って、日産の方が来てなんかキョトンとしてましたけど、この通り主演の一番大事な部屋が、福島日産のロケしました、はい。あとまあね、こういった映画の中で大事なと言いますかね、さっきもね土屋アンナさん降りてきましたけど、
かっこいい女の象徴としてのこの GTR みたいな、一個一個その何でしょうね、その映画のキャラクターに対してやっぱりその車のかっこよさを一人一人にあてがってる、そのうちのもう最高の一台がまあこの今のブルーのあの GTR で、まあブルーの GTR だから逆に言うと衣装を赤にしたっていう、普通逆なんですけど、あの俳優さんの衣装合わせから先に衣装を決めるんですけど、そうじゃなくてあの車が主人公です、GTR は青だから赤にしてくださいみたいな、まあそんな映画です。ありがとうございます。この監督の強い思いがぎっしり詰まった映画なんですが、まあ福島日産そして福島の各地が舞台として撮影地に使われているということなんですが、その中でも特に印象深かった場所というのはお二人ございますでしょうか。いや印象ってもうほとんど全部では、まあ、ありますし、まあ、ちょっとね福島日産豪の目視点の話はもう終わったんでそうですね、順番はつけられませんけど、ちょっと福島の皆さんにだけちょっとばらしますと、実は去年おととしの、秋から冬にかけて撮影をしていた時に、さっきあの、あれですね、只見の峠の道があの絵にあったと思うんですが、あれ実は只見じゃなかったんですね。只見じゃなくて、あ、言ってもいいですよね、うんうん、あのなんだっけ、バンダイアズマスカイライン、まあ、本当にあの観光道路としてももう超有名ですし、あそこも、福島県、あと福島市と猪苗代でしたっけね、確かの間ですね、あの要はあの許可をいただいて、撮影ができることになってたんです。ところが、当日いきなり雪が降りまして、11月の4日です。11月の4日に、ね、バンダイアズマスカイラインが15センチの積雪で撮影ができなかったという、そしてそのまま冬季封鎖ってことで、はい、もう撮影不可能な状態で、実はあの峠の道のシーンだけ、撮影できないまんま一旦ロケが終わったわけですね。はい、で、その後ですね、半年後5月翌年の5月に先ほど見た、只見町と、タコクラダム、タコクラダムですね、タコクラダム含め、はい、あの、はい、あそこの奥只見スカイラインですね、そこがあの、まあ、只見町の協力、まあ、もちろん福島県含め、まあ、実は冬季封鎖中なんですが、皆さんもの方がお分かりだと思うんですけど、山の下の方ってもうすでに雪ないんですよ。上の方はもうあのまだダメなんですけど、でそこの その冬季封鎖中 の その雪がない区間だけ特別にお借りしましたね、はい、あのやらせていただくということで、まあ、ある意味そういう意味ではあの合法的な完全封鎖の中で、あれだけの撮影を、あれだけって言っても今まだちょこっとしか見てってないですけど、とんでもないことやってますんであのイニシャル D とかあの読んでる方だったら分かりますけど、普通に溝落としから何から全て実写であの成立してますかな。あとは、相馬、先ほど の、 あの、松川浦からあの相馬にかけての海の道はもう1回目見た時にもうここで撮ろうって思ったことと、うん、まあ相馬の港はもうだいぶ通いましたね。で車の撮影だけじゃなくて浜通り行きますと太平洋から朝日があの毎日上がるんですね。で、毎日そのロケではないですけど福島からあの相馬に向かうあの高速道路があのトンネル抜けるとパーってね、あの太平洋の相馬の方が真っ赤に朝焼けがあって、朝日昇ってって、そういったあの映像もしっかり撮ってあの入ってますんで、土地だけじゃなくてその浜通りから見た太平洋から出る朝日の表情とかってのもあのロケ場所と一緒に撮れたりしてるんで。と関さんからはどうでしょうか、福島の何か思い入れのある場所なんていうのは。はい、あ、もう今だいたい出たぐらいで僕はその、14年前に撮った映画の時から福島にはこう通ってるので、あのこの映画で特にっていうのはもう今出た通りなんですけれども、僕はその前の映画の時に郡山だったら海星山公園で撮影したり駅前で撮影したりしてて、で今もあの久留米町の皆さんとはですねずっとあの
なんかなんかずっとお付き合いが、ね、続いているので、そういう意味では本当にもう足を向けて寝られないところの一つなので、今後ともちょっとよろしくお願いしますという、そういう気持ちであります。はい、ありがとうございます。本日短い時間となりますが、まもなく終了とさせていただきたいと思います。では最後にですね、お二人からこの会場にお越しいただいている方、そして、福島県、また動画をご視聴いただいている方へメッセージを一言ずついただきたいと思います。関さん、お願いいたします。はい、このアライブフーンという映画は、もちろん福島のジムービーでございますけれども、もちろん世界に通用するエンターテインメントになっている、作り手から申し上げているのでちょっと手前味噌ではあるんですけれども、でもそれだけのクオリティのものに上がっているというふうに思います。どこに出しても恥ずかしくない、で自分たちが撮った福島を見てほしいという気持ちでおります。なのでぜひ6月10日公開でございますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思っております。本日はありがとうございました。まあ、これ本当に福島びいきのですね、地方創生映画ではありますが、よくやっぱ地元の映画ってやっぱ地元の皆さんが喜んで、なかなかこの外にその発信してない作品にまなりがちなんですけど、僕は含めてやっぱこの映画ってのはその福島からこうドリフトを通してその世界の人に、さっきご見ていただいたこんなとこ走ってるぜ、こんなとこあるんだっていうことを海外の人たちにもちょっと発信できたらなと思います。でやっぱりもう一つ、やっぱりドリフトっていうジャンルでいきますと、やっぱりその恵比寿サーキットっていうのはやっぱりドリフトの聖地と、まあ、呼ばれている中では、やはりなんですかね、そこドリフトに関して言うとやっぱりそこが集客なのと、やっぱりその e スポーツも郡山に e スポーツの学校があったり、今こう e スポのスタジアムもあったりとかする部分では、本当に福島でしか成立しなかった企画ですし、この掛け算はやっぱり世界で唯一の機会だったなと思うので、これは本当になんかこう、もちろん福島県日本だけではなくて、しっかりとちょっと世界にこうアピールできたらなと、まあ、ちょっと勝手ながらですけどちょっと思っておりますので、まずは地元の皆さんに喜んでいただきたいことがまず第一ですので、ぜひ、ご覧になって本当に楽しんで見ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。映画アライブフーン、6月10日全国公開が決定しております。公開となりましたら皆様ぜひ劇場へ足を運んでいただければと思います。本日は映画アライブフーンプロデューサーの関直樹さん、そして監督の下山天さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ゲームでは日本一なんで。